はい、どうも私でございます。本日もほっとけないやっていきたいと思います。ガーツンとやっちゃっていいんだよ、ガーツンとさ。はい、ということで今日の新聞で、まあ早速出てましたね。皆さん、鹿児島の誇り、三田園智史氏、自民党入り検討か言いましたよね。もう目に見えてたじゃないですか。もう目に見えてたのに、もう当選してなんか辻立ちでありがとうございますって言ってこう辻立ちしてますみたいなことで、じゃあこれからの活動どうされるんですかって言ったら、いや無所属だと活動できる幅が国会では狭いんで、やはり新しいどっかの党に入ることを支持者と検討させていただきますって言って、ほら来たぞと。もうこれね、全国、まあそれ言って、まあ今日全国の新聞見たんですけど、全国の新聞で上がってなくて、地方の新聞に載ってたところで、まあ実際自民党に入ったら全国新聞の方に乗っかると思うんですけど、ほら見たことかと。やら、分かってたやないですか、これが。だから結局僕もう何回間違えんねんって、もう県外の人から思われてますよ。僕は肉じゃないんであれですけど、もうもともと知事になった時からもうそうじゃないですか。結局原発容認、原発否定からしてすぐ原発容認にくら替えみたいなもんじゃないですか。で前回の知事選で塩田知事に負けて、で今回も無所属の保守派みたいな形でやってたんですけど、いろんな政策とか見てたら結構その原発に関しても無回答だったりとか、なんかこう要所要所の政策に関して結構しっかりと答えてないことが多かったんですよ。でそれでなんかこうリベラルを装ってるけど、まあ保守寄りだなみたいなのを思ったんですよ。でそれで金子さんが、まあ、鹿児島にいないっていうのを知って、でそれでまあ、4年がほぼいなかったみたいな記事もありましたから、じゃあ俺多党みたいな。でとりあえず群衆心理装ってボロボロの靴で毎日雨の時活発って手1時間振ってたら、1年半後に4年間なんか国会議員になれて、で報酬もいかつくもらえちゃう、あり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 みたいな。ほらやりましたよ。どうすんねん、ほら。いや、もともとですよ、まあ、選挙、衆議院の選挙、まあ、日本の選挙の場合の小選挙区の場合は、期間が短いんで、どうしてもなんかいいことを言って、任せてくださいみたいな、なんか私の頃にメモがありますとか、なんかこう、変えるんです、私は実行力ありますとか、こんなん言って、じゃあ、はい、実行力がありますよね、現場主義で頑張りますよねって言って、じゃあやるって言ったら、いや、無所属だと厳しいですね、みたいな。で、皆さん、私が言ったことを実現させるために、一番いい会派に入らないととか言って、もともと、いや、最悪どっか入るなら、入るのは、必要な気がするし、まあ、できたらもう所属のままでやって、それで、限界を感じたらそういうふうにやってほしいっていうのもあると思うんですけど、いや、自民党をね、それ与党を、与党の金子さんに買ったから、で、それで、リベラルで、私がやりますっていうようなリベラルの対抗馬として今回出て、それ自民党入りを入る可能性があるみたいなってのを発言するとか発想があるっていう事態で、やっぱやばいっすよね、そもそもが。舐められてるんですよ、鹿児島県民は。やっぱり知事選でそれで言ってて、でそれでくら替えしても結局その間知事期間をずっと入れられるしっていうのをとか、やっぱもう記者でいろんな人のがあるから、こういうふうに選挙戦して、でそういうふうにして、で地元のところだったら肉だったら金子さんいないし、上がってくる共産党の女性のこと、あ、いけるいけるって、1年間半経ってて、でそれで言って都合のいいリベラル的なこと言って、で当選した瞬間に自民党入りますとか、入りますやりますみたいなこと言ったら、4年間自民党として活動してその実績作れるんですよ。いけるいけるいけるみたいな、舐められすぎですよ、やっぱ本当に舐められすぎですから。いやー、だからもう群衆、その何ですかね、その群衆心理を操るのと選挙が正しくできるとかって、何回鹿児島県民は間違えるのってのを、もう各他の県から笑われてるレベルだと思うんですけどね、本当に。だからメディアも悪いですよ。メディアもなんか毎日筋出しして、大変ですねこの人みたいな感じで煽ってるじゃないですか。メディアもそういうところもあんま分かんない、政策のところ見てるわけでもなかったりとか、いやもうなんか反省してるんでみたいな、反省のかけらもねえだろう何は自民党入り系、まあ入る入らないは別として、入るってのを検討してる時点で笑けれますよね。なんか壮大なコント見せられてるんですか、僕は。なんか ボケてるから、県民とか日本国民の突っ込み待ちみたいなことしてるんですかね。で、まあ、4区が森山さんで、結構年配の方で、まあ、鹿児島のリーダーみたいな人だと思うんですけれども、まあ、その人が、まあ、否定はしてるんで、
国対委員長だったとかだと思うんですけど、森山さんがそれ入るのはないでしょうというふうには、まあ、言ってるんですけれども、まあ、自民党としては鹿児島のところで議席入れてたら結局1区は自民党で2区が三田殿氏で無所属だけど自民になる、で3区に関しては立憲が勝ったけど小里さんの自民党で復活当選で4区も、自民党で比例で安岡さん来てる、めちゃめちゃ何もがあってね笑ける。なんかこれでようなんか小選挙区2勝2敗ですねっていう、なんかこうバンってこう出してますよね。結局何もか、しかもね、うちの地元はなんですけど女性の国会議員が1回も出てきたことがないみたいな感じなのに、もうねどん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 なんかこう若い人入れていきます、女性議員入れていきましょうとか、なんか今回も20代国会議員になった人は1人しか上がってないとか、あとはそのこの間に9月ににドイツだったら総選挙があったら、まあ、40歳以下ですねの人たちがもうなんか3分の1を占めるぐらいになって、なんか平均が44歳ぐらいにガクンって今回の選挙で下げたみたいな感じでしてて、本当になんかもう都合よく使われすぎですよ。もう政策で勝負とかじゃなくて、なんかこうなんとかこう本当に今後そうなっちゃいますよ。ただなんかただしなんか楽して国会議員になる方法みたいな、毎日雨の中カッパ着てでボロボロの靴履いてで手振ってれば国会議員になれますよみたいな、これやらかしましたよ。やらかしおったで、これで、まあもうちょっとしたら多分、まあ、どっかに入るっていうのはまあやるんでしょうけど、まあこれでね鹿児島が良くなるっていうふうには、まあ現状維持っていうのはもうこれでもうほぼ確定で、なんか選択選挙でみたいな感じになってて、いやー本当になんかもうちょっと政治のことを勉強しないと、なんかこうなんですけど、その選挙のこの候補者の人たちの政策のなんかな資料みたいなのがポストに届くんですよ。なんかそれも2日ぐらい前なんですよね。2日ぐらい前にそのこの人たちの候補者の人たちはどういうふうに考えてますみたいな資料が届いて、でそれでこういうのするんだねっていうふうに見るんですけど、もっと早く出さんとなんか公示日の時にもうバッてやってもうバッて作って、で考える時間をもう考えないといけないんですけど、なんか結局のところなんかどういう政策で決めてるかとか、なんかそうじゃなくてなんかこう現場主義でなんかフットワーク軽いですみたいな、まああるじゃないですか。なんか本当に前の塩田知事もだし、なんか若さ、まあみんなそうなんですよ。チャリで行ったりとか、なんかこう遠いところの有権者のとこまで走ってありがとうございますって走っていくじゃないですか。フットワーク軽いみたいな、あんなやらないじゃないですか。国会議員になった方が、市議会議員になるか、県知事になってか、市長になってから、あんなフットワーク軽くて、あんなになんかにこやかで、なんかこうなんか私のとこまで一生懸命走ってくれて、やるんだったら任せてみようかなみたいなっていうふうに思うけど、でももうなんか見たことないですもんね。議員の先生やこの選挙期間以外のところで、なんかもう今はもうなんか SP 生となんかふんぞりこうゆっくりな、めちゃめちゃこう高い車に乗ってこうでもチャリで移動とか、もうボロボロの靴とかなんかもう置いてなんかこうしてるみたいなとかで、ただ本当なんかこう、あれはあれに騙されちゃいけないですよね。それかもうそういうなんかこう感情論に訴える選挙のところは何も生まれないっていうのは絶対そうデータとか示したらありそうな気がしてるんで、いやもう怒り浸透というか、ものすごいボケかまやっぱなんかある意味期待に応えてくれたなと、さすがだとさすがだなと。で結局のところなんか選んだのは県民だから、自分が悪いというよりは県民が悪いじゃんっていうところになれるじゃないですか。結局受かってしまえば4年間こっちのものですから。でそれでなんかこう結局岸田総裁に関しても、日本国民の信任を得られましたので、日本国民の皆さんからの熱い信頼を得られたので、これから4年間頑張りますみたいな感じで言うじゃないですか。いやいやいや本当こう組織だってこうしてるとか、なんか結局当選してた与党で当選してたちは結局富裕層への課税に対して保守的だったりとか、なんか法人税の引き上げに対して保守的だったみたいなことってどんどん出てきてる。いやそういうのってもう政策で分かってんだったらもっとメディアにバン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 出していかないと、なんか後の答え合わせでそういう風にしてて、だこういう、まあ党としてはこういう政策をしてるけど、この個人としてはこういう政策でやってますよっていうところをなんかこう平等に出そうとしてるような気はするけど、なんかそこら辺が分かりづらいし、でなんかやってる時間もまあ
まあ、やってるのが、まあ、大体地元が6時とか7時とかで、まあ、新聞とかでもやったりとかしててけど、なんかそういうのもあんまりないから、やっぱりこうやってあの失敗を忘れてないのかと、どうしたぞと、本当こうこの鹿児島県受けるわ、笑けるなっていうふうに思われるじゃないかなと。本当にこれで、まあ、こんな言うてて、まあ、結局与党に入るかどうかわからないですけど、なんかそういうのがあったんで、もうこれはもう秒で言わないと思ったんで、動画撮らせていただきました。それでは失礼します。バイバイ。